公認不動産コンサルティングマスターのロゴ公認、不動産コンサルティングマスターは、公益財団法人不動産流通推進センターによって登録される公的資格である、旧不動産コンサルティング技能登録者。単純な売買、賃貸等にとどまらない多様な不動産ニーズに対応すべく、高度な専門性と十分な経験を保有していることを保証するために、 創設された資格である。社会経済環境の変化に伴い、不動産に関するニーズは多種多様なものとなっており、不動産の証券化の進展など不動産をめぐる制度も大きく変化していることから、不動産の有効活用や投資、相続対策等について、高い専門知識と豊富な経験に基づく、不動産コンサルティング能力の必要性が高まっている。 不動産流動化、証券化の発達に伴い、新たに生まれた有効活用手法、投資手法への対応も含まれている。平成25年1月から資格者の名称が公認、不動産コンサルティングマスターに変更となった。近年の試験では2年連続で合格率が50%を切り、記述式で長文問題が増加するなど、試験の難化傾向が見られる。 なお、投資験受験者は、宅地建物取引士など、一定の素養を持つ者が受験しての結果なので、合格率をもって必ずしも平易とは言い難い。宅券主任者とは別に、コンサルティング業務を行う資格を創設すべしと、唱えたのは、宅券学者を名乗っていた中野元氏であると言われている。彼は不動産コンサルタントを不動産業者の中に置くのではなく、 司法書士のように独立した立場になるべきと主張し、日本不動産コンサルタント協会を設立した。彼はその著書の中で不動産コンサルタントという資格を広めたいことや、彼のアイディアを知った建設省が不動産コンサルティング技能登録者という資格を始めたことを記している。旧建設省は平成4年に不動産コンサルティングに関する知識及び技術の審査、 証明事業認定規定を設けた。不動産コンサルティング技能試験登録制度は不動産流通推進センターが上記規定に基づく事業認定期間として平成5年度からスタートさせた。合格者数は初期の2から3年を除いてほとんどの期間は年間1000人に満たない非常に少人数である。業務独占こそ得られなかったが、 公述するように、不動産特定共同事業法、不動産投資顧問業登録規定、金融商品取引法で共感ではあるが、筆致資格として、奨例等で位置づけされてたり、仲介手数料とは分離して、コンサル報酬を受け取れるように、旧建設省から各都道府県観察課に、事務連絡の通知書も発行されていることは、他の民間資格とは一線を画すものである。 IT 化、少子高齢化により大きな変化にさらされる不動産業界では不動産コンサルティングが業界の今後のあり方の一つとして注目されている。現在、公認不動産コンサルティングマスターはビル経営管理士、不動産証券化協会認定マスターと同様、国土交通大臣認定資格であり、以下項目の通り、法律で特定の位置づけがある。 不動産コンサルティング技能登録者は、不動産コンサルティングに関する一定水準以上の知識及び技術を有すると認められることから、下記の法令等において事業の許可、登録を受けるための人的要件を満たすものとして位置づけられている。平成11年9月に取りまとめられた不動産コンサルティング制度検討委員会報告書において依頼者との契約に基づき、 不動産に関する専門的な知識、技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件、市場等の調査、分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務と定義されている。 以下のいずれかの条件を満たすもの卓越式試験事業、経済、金融、税制、建築、法律の6科目記述式試験必修、実務、事業、経済の3科目選択、金融、税制、建築、法律の中から1科目選択試験合格に加え、以下のいずれかの条件を満たすもの認定証更新2回目まで、 認定証更新3回目以降2016年3月現在、公認不動産コンサルティングマスターの認定を受けているのは約1万7000名。ありがとうございます。